皆さんこんにちは。こんにちは。マイゴルフのさしみでーす。アボ、アボ。ボンちゃんでーす。はい、ということで。アボ、アボ。あれ？あ、珍しい。ついに染められた。僕のです。ついに染まった。アボアボに。僕のね。勝手に撮んな。勝手に撮んな。つまみ食いしましたよ。アボアボ、つまみ食いしました。カラスみたいにね。つまんでくる。あ、カラスのことなんや。そうよ。もう質問めちゃめちゃ多いからね、あれ。はい、というわけで今回のね、この質問コーナーなんですけど、はい、まあ、軽く簡単に説明しておくと、まあ、トーナメントプロである、まあ、刺身とボンちゃんが、はい、皆さんのゴルフの悩みに対してより実践的な答えを提供するというコーナーになりますので、はい、ぜひね皆さん、見ていただいて、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。ということで、今回もですね、まあ、質問たくさんいただいております。はい、でその中で今回はですね、どういう考えでキャリーとランのイメージを作っていますかと、はい、もちろんね、そこをアプローチ、そこに対して目標を決めて打つっていうのは大事なんやけど、どこまでキャリーして どんだけ転がるのかっていう、はい、そのイメージをどうやって出してるのかっていう質問ですよね。はいはい、これ非常にいい質問やったなと思ってちょっとフォーカスさせていただくんですけど、はい、もんちゃん、なんか心がけてることありますか？僕はもうイメージしかないですね。え、イメージって僕はなんかボンってボンって、いや、ほんまそんな感じなんですけど。いや、怖いんですけど、全部出てくるんですよね、こう。あ、構えたら。あ、でも、打ってるイメージはするんですよ。透明の球を。はいはいはい、だからよくあのアマチュアの人で、こうやって素振りするじゃないですか。うん、あの意味ない素振りは僕しない。あ、全部。ここほんまにこの球があるんやよっていう。はい、透明の球を打って、落ちて、転がって、寄ってって、全部イメージして。あ、はい。で、まあ、その質問してくれた方は、まあ、どういう考えでそのキャリーとランを出してるのかって、はい、まあ、これは、まあ、ボンちゃんはちょっと結構イメージをボンって出すタイプなんで、はい、まあ、ボンちゃんだけにね、はい、ボンって出すタイプなんで。おっ！はじめさん、僕は多分イメージとかって多分伝わらないんで、分かりやすいんでお願いします。はいはい、まあ、もう僕がね、こう、ちょっと代わりにちょっとやりますけど、はい、アプローチってより繊細な、そういうキャリーとランを計算しないといけない。仕上げ。ホールアウトも仕上げにかかってきてるんでね。そういう感じですね。ね、カップ近づいてきたらやっぱそうなってくるんで。はい、で、なってくると、まあ、どういうことをイメージしたらいいのか。まあ、これちょっと僕簡単に、はい、皆さんに教えたいと思うんですけど。で、これは簡単なんですよ。で、このグリーン面あるじゃないですか。で、まあ、落としどころ決めるんですけど、はい、まあ、落としどころそもそも決める前にどういう考えするかって言われたらおしまいなんで、まあ、結局なんですけど、グリーンの傾斜。はい、これを見るんですよね。はいはい、で、グリーンの傾斜を見るんですけど、そのスライス、フックの前に、はい、上りか下りか見るんですよ、僕は。あー、大事。はい。で、まあ、例えばやってみましょうか。僕はその、キャリーとランをイメージするときに、はい、声かけることは、結局その、グリーンの傾斜を見ることなんですよ。はい。で、そのグリーンの傾斜を見るって、どこのグリーンの傾斜を見るってなると、落とすところの予定の場所。はい。まあ、大体でいいんで。はい。まあ、これやったら、大体この辺りの傾斜、はい、この辺に落とすんですよ、大体。はい、今ノート置いてもらったんですけど、はい、今白いノートがあるらへんがいわゆる落としどころですね、刺身さんの、はい、まあ、もうちょい手前でもいいかな、はい、下りやから、その周辺の傾斜を見ると、はいはい、でこれやったら全体傾斜は下りなんですけど、はい、あの落としどころの部分、はい、そこまで下りじゃないんですよね、はい、この落としどころの部分が、例えば、めっちゃ下りやったら、これはもう球上げて止めるしかないんですよ。はいはい。で、こう上りやったら、例えばこれ横から見たんですね。はい。上りやったら、こう球が来ますよね。球が来て、こう上に、はい。跳ねるんですよ。はい。ボーンって。はい。対して、こういう下りの傾斜に球がこうやって落ちてきた場合。はい。こういう時って、前にこうポンっていくんですよ。はいはい、勢いがさらに強まるんですよね。はい、だこのメカニズムを利用して計算します、キャリーとランを。例えば、まあ、これあのノートのちょっと手前ぐらいに落としたいなと思ってるんですけど、はい、あの場合はフラットぐらい、はい、あんまり傾斜強くないですね、うん、傾斜強くないですね、はい、フラットぐらいなんで、まあ、いつも通りいくかなって感じです、はい、ランは、はい、ただ、まあ、例えばですけどノートのちょっと先、はい、だってあのピンがもっと先で、ノートのあの先あるじゃないですか。はい。先の方は傾斜結構下りなんですよ。下りですね。あの辺に落とすと、
次ランがすごい出るんですよね、はいはい、そういう時はこう球をちょっと上げてキャリー多めでこう前に行きにくい球、うーん、要は低い球を打っちゃうとこういう勢いに対してさらに前に行く、はい、ただ高い球やったらこう柔らかく落ちてきたのがちょっと前に行く、はいはい、だからちょっとマシなんですね、キャリーが、はい、キャリーっていうかランが出にくいってなってくるんで、そういうのを頭に入れながら計算していくんですね。うーん、この辺は本当にイメージになってくるんですけど、だから僕はその落としどころが上りか下りかによって、上りだったらちょっと強い球で低くてもいいんですか。そうです、低めの球で、はい、しっかり、ランを出していく、はい、系の球で、まあ、下りだったら逆にそれを、まあ、ピンがほんまに遠かったら逆に、なんていうんですか、低い球でさらに勢い増す場合もあるし、ピンがちょっと近かったら球を上げてランが出にくい球でいきますし、まあ、その辺はだから落としどころの傾斜っていうのを見て判断してます、はい、じゃあボール打ってアプローチする前に、まあスローペースにならんぐらいで、まあグリーンの落としどころは見に行った方がいいですね。そうですね、まあこう反対からできれば見てほしいですね、はい、反対から見た方が傾斜分かりやすい。はい、その1個を負けで付け加えとくと、はい、こっちから下りじゃないですか、はい、下りって見にくいんですよ、うんうん、でも上りって見やすいんですよ。例えばまあこれ下りじゃないですか、こっからしか見てなかったら分かんないですよ、あんまり下りって。ただあれ一回向こう置いて向こうから見るとめっちゃこっちから上ってんなってなるんですよ。で例えば逆の場合、こっちから上りで向こうから下りの場合は逆にこっちから上りって分かるんですよ、はい、だから上りの方が視覚的に見やすいと思うんですよね。自分より高い場所になるから、はい、だからまあできるだけまあなんていうのな、下り、まあ下り上り関係なく反対から一回見てもらって、はいはい、で比べてもらった方が、分かりやすいと思うんです。うん、であとはそのキャリーとランのイメージなんですけど、はい、その、まあ、自分の中で、まあ、僕やったら、まあ、シンプルに言ったら3種類ぐらい球用意してます。はい、その低めの球と通常の高さの球と高めの球、はい、これ全然でも僕どうかな、2つぐらいかな、でも低いやつと高いやつだけかな言うたら、まあまあ言い出したらねキリないんで、ありすぎてキリないんで、うん、まあ単純に言ったら低い球と高い球2種類で一応ねもうシンプルにやってます。でこの2種類をこうなんて言うんだ、その2種類の距離感さえ分かっとけば、そのあとはさっき言ったその落としどころの傾斜によってこう使い分けるみたいな感じで判断してますね。ありがとうございます。そんな感じでいいですかね。はい、まあ、代わりにやってみましょうか。僕やったらこのノートを境にまあ上りか下りか、まあフラットか下りかっていう、はい、このノートの手前がフラット、このノートの先が下りってなってくるんで、はい、まあ、僕のイメージ出し方2つ、低めの球でいくやったらこのノートの手前に落とすで、ノートの向こうに落とすんだったら高めの球で落とす、はい、でまあ、これはもちろんあのピンの位置にもよるんですけど、まあ、基本はねその2パターン用意してます、はい、でまあ仮にやってみましょうか。低い球で寄せる場合、そう、まあ、もうちょっといってもいい、次は高い球で、ありがとうございます。こんな感じです。そうやってまあイメージして、これは多分この低い球やったらこの辺に落とせるけど、この辺に落としたら例えばこうファーストバンドで下りなのか上りなのか、この辺をイメージしていただくと多分そのランっていうのがすごいイメージしやすいと思うんで、まあ、ぜひねこの落としどころがどういう傾斜なのか、上りか下りなのかっていうのをイメージしていただくと、キャリーとランすごいあの分かりやすいと思います、はい、そのイメージしやすいと思います。というわけでそんな感じで今回は、ありがとうございます。2種類ぐらいはねできたら、そうですね、まあ、でもあの58度とか持ったりで低いのは52度でいくぞっていうやり方でも全然いい、そうですね、全然いいと思います、はい、まあ、それをねこう頭に入れてぜひ、ねはい、イメージしていただければなと思います。
またね、分からないことあればコメントをください、はい、ぜひよろしくお願いします。というわけで今回はこんな感じで質問コーナーやらせていただきました、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。というわけでまた次回の質問コーナーでお会いしましょう。さようなら。